インテグラルツリーの模式図。図の下部が母性を向き、上部が母性の外側を向く。インテグラルツリー。1984年のアメリカの作家ラリー・ニーブンによる SF 小説。アスタウンディング誌に連載された後、1983年に出版された。ニーブンの他の作品の多くと同様に、物語は科学的アイデアを中心に構築されている。 中性死星の周囲に存在している呼吸可能なガストーラスを物語の舞台としている。法訳版は、早川書房から奥間はじむ役が1986年11月30日に出版された。続編のスモークリングは1987年に出版された。1984年のネビュラ賞長編小説部門、及び1985年のヒューゴー賞。 長編小説部門小説にノミネート。物語の舞台は架空の中世語星レボイを中心にしている。ボイの軌道を周回している巨大ガス、惑星ゴールドブラッドは、ボイとの重力に引っ張られた結果、ロッシュ限界によって崩壊した気を惑星内で維持し続けることができなくなり、周囲の軌道にガストーラスの居住可能な大気を形成している。ガストーラスは巨大で、 厚さは100万キロメートルだが、ほとんどは薄すぎて居住できない。空気が厚いマストーラスの中央部はスモークリングとなっており、様々な生命の生活を可能にしている。スモークリングには地表が存在せず、完全に呼吸可能な大気で構成されている。さらにスモークリングは、軌道上にあるため自由落下状態であり、この世界では上下が存在しない。 ほとんどの動物には三方対称性があり、すべての方向を見ることができる。スモークリングに生息する動物の大部分、そして魚でさえ飛ぶように進化した。スモークリングには他のすべての物体や生命のような自由に浮かぶ様々なサイズの水の塊である多数の血が含まれている。スモークリングには水生動物や水陸両生動物が住んでおりこれらの池で、 生活の大半を過ごしているが、これらの動物はいつでも不適切な生息地であると感じた場合がは別の池へと逃げていく場合がある。居住する池がスモークリングの居住可能な中心から遠く離れてガストーラス内を漂流する超積力のために大きくなりすぎて崩壊する樹木のような巨大な物体に衝突するなどといったことが起こった際は、 水生動物は新しい池に脱出する必要がある。動物たちは新しい池を見つけるため空中を駆け抜ける。スモークリングのほとんどの植物は自長を支える必要がないため非常に壊れやすい。注目すべき例外は1 0 0トルまで成長できる樹木のインテグラルツリーである。タイトルにもなっている。この樹木は記号のような形状をしている。長石ロックにより、 木の一方の端は、ボイに向けられ、もう一方の端は、成形の外に向けられている。木の端では、最大抜きで、最大1、5G0 超積力を与える。木の両端は、緑の茂った房になっている。インテグラルツリーの房は、ツリーの重心から最大 50km 離れている。従って、棒は、すべての地点で軌道に乗っている大気と比較して、軌道を回るのが遅すぎる。 または早すぎるのいずれかとなっている。そのため、木の端のさは一定の強風の影響を受け、端がインテグラル記号の形に曲がり、水と食物をさに、または重力がかかる幹に押し付ける。そして、潮石のような力が材料をさに引き寄せます。各棒はツリーのいくつかの主な目的を果たす。まず緑の葉は光合成性的に日光のエネルギーを提供する。 第二に房は、木が種を生産する場所である。そして第三に、様々な植物、動物、その他のオブジェクトがよりタイトな枝に閉じ込められる、可能性があり、それらは徐々に、ツリーマウスに向かって移動する。ツリーマウスは、重心の風下側の角棒の上部にある穴で木の根で、ある。幹に沿って集められた水は、調積力のために流化し、ツリーマウスによって摂取される。 某の枝は、風の中で様々なものや動物を捕まえて捕獲し、年月を経て徐々にツリーマウスに移動する。他の多くの大きなスモークリング植物は、これと似た、スカベンジャー、肉食の側面を持っているが、メカニズムは、多少異なる。1985年の SF 小説のローカス賞を受賞し、以下の賞にもノミネートされた。共同 SF 創作サイト、オリオン、 S, S a r m には本作に由来する2番クラウズが存在する。また、インテグラル型ではなく、アスタリスク型のアスタリスクツリーといったアイデアが挙げられている。アスタリスクツリーは、風車のように回転することで、複数の幹を伸ばし、ふさに葉をつけることができる。ありがとうございます。